SA は天狗を選ぶか、さあ電人対天狗まずは静かな立ち上がり、お互い技を振ります。これもね、ダッドリーと同様に72ロット、スタンゲージ長いんですけれども、スタンチ回復力はそんなに長くありません。ディープ空中で迎撃するチェルシーオロ、ともえレンジン食べた、3台入れていく、これは痛い、バックジャンプ中パンチです。台足サロー、いいサロー、圧力のかけ方が素晴らしいですね。さあ2本目、天狗が溜まっているだけに押し返したいゼルシーオロー、ダメ足背負ってしまっているが脱出する、投げる、そして天狗発動してブロッキング、さあどうだ、天狗がかなりダメージを奪った、クラップ、ブロッキングちょっとですが、イエソット飛び込み3段決まって、当然電陣ブロッキング飛ばせる、大足もう一回鎖骨、いい作動、ディープ、いやーバナをギリギリまで追い込みましたが、最後はチェルシー意地が勝った。ファイナルラウンドは一塁ショート波動の打ち合い、天狗が一早く溜まっている、投げる、おーっと大バンダイ昇竜、いやこれは痛い、鎖骨でベヨッターバナをさすがにそのないたがわず、素晴らしい活躍、二人抜き、ビザビースト軍団は3人目中堅になります。2枚目のオロ、ヒロちゃんオロですね、これが中堅に出てきました、ビザビースト軍団。ただ、ビザビスト軍団は中堅ですので1枚勝ってますね、有利な状態です。対するファイブスターストーリーは、バナオが副将ですので、最後、ロシヒカリヤンが残っているのみです。まだ不利な状態が続いています。開幕いきなり速度を出していった、ジャンプ中盤大足を見せる、一人称を多用するヒロちゃん、オロ、モリガンマ、ハイパンチ、ハイキック投げていく、ハイキック、イエスの一人称、空中二段ジャンプ、いやー翻弄してますね、トモエ、デンジまだピョライ、ヒロちゃんオロが1ラウンド目を制している。空中戦、大足ダメ足追い込んでいますが、トモエはバナオです、大足前出しから狙ってきますね、向こう側、そして天狗発動して、ファイブスターストーリー大将のロシヒカリアン、中堅ヒロちゃんオロ対、大将ロシヒカリアンです。ギザビースト軍団対ファイブスターストーリー。
天狗と天神戦形態です。やっこ、やっこ、もう一回、もう一回いってみましょう。灯籠山3セット大パンから灯籠山投げる。おろおぉ、いいですね。思い切って出していった前方転身からイエスは灯籠山。もう一回寄っている。つい、ね、勢いで押してしまうところですけども、きちんと寄ったところで切ってゲージのたまる必殺技で KO するあたり、非常に冷静ですね、ロシッカリアン。さあ第2ラウンド、大将ならではの落ち着きあるプレーを見せているが、イクロちゃんの勢いが勝るか。中足からのイエスオローザン、ロッキングしている。これは思い切りがいい。中足とオローザン、体力的にはオロがややリードしている状態ですが、これでほぼホームですね。ひっくり返しました天狗。これでまたもみくちゃにしている。どうしようもない。さあファイナルラウンド、一輪勝。もう一回イエストローザン、左足を見せるのはロシッカリ、投げていくチンチュー。あーこれは反撃ですね。イエスオニヤンマ、イエス打ち返す。中足とローザン、向こうが待って、何を狙う。ジャックジャックからのイエストローザン、あーっとこれは正々だったロシッカリ。大将ロシヒカリアン踏みとどまります。さあ続いてビザビースト軍団副将は一体誰を出してくるか。雪男豪輝、先ほどもね、非常に勢いのあるところを見せてもらいました、雪男豪輝。決勝トーナメントに来てもその勢いは変わらない。いきなりペースを掴んでいる。やって、空中竜巻、イエス・トローザン、アシカ先駆で逃げる。あーもう一回扇風脚、シューキックで反撃する。結局どこはどうするか。最後はシャンシューパンチ、ヤンの雷撃手に対してね、頭皮を天幕自虐非常にうまく使ってます。投げるのはヤン、ロッキング取って最大反撃、インタッシュキック、トーローザンからピヨっている。上から今回はタンプ。あーロシヒカリ大将の威厳を示します。おーっと一回しゃがみシューパンチ、トーローザン止めてます。ランク空中ブロッキングから前方転身、中足トローザン、リバーサルで昇竜スパキャンベストスコーハドさっき刻んで中足波動、空中逆ブロッキング拾い直しはできません。サイド上げ中足波動、中足 CS トローザンうまいですね。決勝トーナメント2回戦進出を決めました。